ここは様々な表情を見せる場所、たくさんの見どころを巡る岡山街歩きの旅。果物王国岡山、お目当ては旬のフルーツパフェ。あー幸せだ。岡山の旅にアートは欠かせません。宇野港周辺は瀬戸内国際芸術祭の舞台の一つ。アートスポットや瀬戸内海の絶景フルーツパフェ。晴れ晴れとした岡山の旅で身も心もハッピーに。